今回のゲストはスプートリップのあかつきくららさん時はかなめさんかなるはのんさんでございますちょっとあざもおかしい感じでやってた一回おすすめことあるんですけど、はい、そしたら本当に読まない子に貸しちゃったから二、はい、年ぐらい本が書ってきてないので、ね、<laughs> <laughs> ら すごい長いのでいろんなとこを動かして走りそうだよね私ハノンちゃんでメデューサーごっこうやって髪の毛全部こうやってメデューサー確かにホロモデルチャレンジイェーイ,イ,ーイさあ次のコーナーホロモデルチャレンジのコーナーでございます、はい、いつものコーナーが始まりましたねはいあの僕たち MC がですね ホロモデルで、それぞれ、はいうん、実は今日ですね、お三方のホロモデルで、写真をなんと、撮ってきております。パサパサしてきました。はい,いで。毎回ですね、あの、僕とリカちゃんとですね、はい、それぞれね、写真を撮って。ね、はい。はい、<ー>で、僕、リカちゃんが何撮ったかわかんないんですけども、リカちゃんもね、も僕が何撮ったかわかんないんですけど、もいはい。あの、二<え>人の写真を見ていただいてですね、あの、どっちが良かったか判定をいただくと。 いうコーナーでございます。ジャッジをしていただきたいです。はい。もう毎回真剣勝負でございますので。<laughs> 今日3名様なので、ああ完全に別れるんですよ。そうだね。<laughs> だね引き分けがないのか。<laughs> 引き分けがないんですよ。あの、リカちゃん、ホロモデルね。あ,あのね。そうと、ね、説明していただいて、どんな感じでこう取れるものなのかっていうのね。うん、改めて説明の方をよろしくお願いします。はい、では、私からホロモデルの説明をさせていただきます。まずは、お好きなデジタルフィギュアをホロモデルウェブストアで購入します。 続いて、ホロモデルのアプリを立ち上げて、プロモードを選択します。モードを選んだ後は、セレクト画面から使いたいデジタルフィギュアを、アイテムを選んでスタート。床を認識させて、アイテムボックスを配置します。フィギュアの箱をタップして、デジタルフィギュアを取り出します。あとは、床に配置して、サイズやポーズを自由に調節します。作ったポーズは、保存や写真撮影もできちゃいますと。 はい。素晴らしい。ます。ね。素晴らしい。冒頭にもね、言いましたけど、ーが今出ております。ーが出ております。押しますよ。通です。通が出ておりますので、ぜひね、あの、そちらの方もやってみていただいて、いろんなね、できることが増えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。います。ありがとうございます。はい。それではお待たせいたしました。じゃあ、撮影した写真の方を早速ね、見ていただきたいなと思いますが、どうしよう。じゃあ、 僕の方から、小木谷の方から行きましょうかね。それでは、えっ、ー、と、小木谷のホロモデルの、えっ、ー、と、作品から見ていただきたいと思います。こちらです。どうぞえー、すごいこれこれ、<coughs> これちょっと、いいですか説明させていただいて。これね、お三方わかりますこれ、どこの、このポーズ、わかりますかねあの、光の癖の、ああこれそれ <laughs> それでございます僕ですね。はい。さっき、あの、光の惑星が、あの、やっぱりね、両方いいんですけど、光の惑星がって話したの、これ実は理由がありまして。なるほど。あの、列車のフレーズあるじゃないですか。はい、やります。ね、そこでね、こう、あるじゃないですか。やりますよね。ありますね、サビの説で。あそこですね、僕、そう。 ああ、素晴らしい。なんか、僕、そこのフレーズがすごく、なんか、ぐっときて、あの流れ。で、でも、止めてね、見るしかないんですよ。<あ>ね。そうですね。だから、なんか、かで、あの、よりでね、しかも、このポーズをこうやってつけれるのって、ホロモデルだからできる。確かに。 いろんなところから見れますもんね角度とか変えてもなんか髪の毛の躍動感みたいなのもつけてもらっててリアル気づいていただいてありがとうございますそうなんですよ。なんかねやっぱりこう楽曲の中でこう動きながらのところなのでそこもうまく表現できたらなと思ってそこの部分をですね表現した作品でございますいかがでしょうか ありありがとうございます <laughs> 思いつかなかった振りから撮るねそうんでううきっとですねこれやっぱりこうファンの方々もあのねここがやっぱりこうぐっと来るなとかあると思うよね <laughs> そうですよね確ういう楽しみ方そうこのポーズをここの角度から見たい、ね、っていうのもありますからね <laughs> の僕ねこういうぐっと来たところがここなのどうですかこういうお三方そういうなんかこうね、うん、なんか そういうのを見ると、なんか、ね、あ、こういうところも印象に残るんだなみたいなのが、ちょっと分かって。そうですね。あなんかここ好きポイントが分かると、なんかまた、またプラスアルファでさらに嬉しいです。ねありがとうございます。いや、ここ好きポイントを晒してしまいましたが。はい。小木谷さんの、ここな。ポイント分かってしまい。ました光の惑星のね。そうですね。列車のフレーズのところでございました。はい、小木谷の作品でございました。 はい。ありがとうございます。えー、それでは続いて、リカちゃんの作品ですかね。はい、私の作品です。はい。お願いします。じゃあ、それでは、リカちゃんの作品はこちらでございまーす。ど,ー,どうーんこちらでーす。え、すごいこれも。え、ね、すごいみんな、みんな、ミュージ、ね、そうなんですよ。<laughs> はい、ありがとう。ね<う>。あの、ミュージックビデオの、 ポーズですよね。すごい <laughs> 完全再現だ。<laughs> すごいもう一瞬で分かってくださった。いやそう、これ、ブリーズインドさん、私めっちゃ好きっていうのを。これでもね。言っちゃったんですけど、ね。さっきこう、完全再現ってね、これ、<う>でも相当再現率高いね。<laughs> えー、<laughs> すごいすね。はい、すごいやったー。いや、いや本当はね、ちょっと全身を映したかったんですけど、うん、ちょっと全身映すとね、ちょっと背景が虚しくなっちゃうので、<laughs> うんうん、ギュギと。 いつもの m v よりもね、そう、ぎゅっと寄せてって言って。すごい。かわいそうです。すごい。いいですね、これ。めちゃめちゃうまいですね。うん。うん。うん。ああ、どうですかえ、なんか、ハノンさんとか、感想どうですかえ、なんかあの、このイラスト、ハノンのポーズがすごい特徴的だと思うんですよ。うんそうんそうそう。しっかりなんか、横に向けて、しかも目線まで、しっかりこう、前に。 くるようにしてもらって、こんなに再現できるんだ、すごいって思いました。うわ、嬉しいそう、そこすごい頑張ったんですよ。ああ、やればい絶対こっちを向いてくれるようにって思って、頑張りました。ありがとうございます。頑張りっいや、すごいですね、本当に。嬉しいです、やっぱこう、皆さんに見ていただきとそう、でも、ほんにご本人に、あの、ここがね、そう。 すごいって言っていただけると嬉しいよね。<laughs> 嬉しいですね。いやにこれまたツイートとかして、はい、なんか本人が見てくださったりとかしてるって思うともうなんか嬉しくなりますよね。ね <laughs> いやでもねあれですよねあのこういうふうにホロモデルで遊んでくれてこうあのあげてもらえるとねうん、うん、すごくお三方も嬉しいっていうのが分かったので。 ぜひめちゃめちゃ嬉しいね。ハッシュタグとかをつけていただいてちゃんとホロモデルとスプートリップの皆さんね。そうですね、ハッシュタグ PP スプートリップもつけてもらえたらめっちゃ嬉しいお三方にも届くと思いますのでぜひ楽しんでいただきたいなと思いますけれどもいや、りかちゃんの作品、すごいいいね、よかったよ。い 頑張りました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、見てくださって。ありがとうございます。じゃあ、小木谷とですね、りか、はい、ちゃんの作品、えー、見ていただきましたけども、じゃあちょっと、お三方にガチの、はい。ね、そうですね。運命のジャッジタイムが。判定をですね。え難しいな。難しい。難しいですか悩み <laughs>、ね、ますね、やっぱり。ありがとうございます。嬉しいすね、はい。じゃあ、倉田さんから。そうですね。まずは。はい。聞いて。 いきましょうか。はい。クラさんでは、判定をお願いします。はい。クララが選ぶのは、リカさんの写真です。イーイーイイーイうしいでもね、だって、この、いいもん。あいや、嬉しいです。あ、じゃあ、クララさん、はい。ちょっと理由を。あ、そう。聞きたいです。どこ良かったですか はい、あのー、なんかまず、その、なんだろう、こう、結構多分難易度高いポーズもあると思うんですよ。うん,うん。実際にやってみたからわかるんですけど、うん、めちゃめちゃ自由自在には動かせるんですけど、自由自在だからこそ、細かい調整とか、 なんかセンスがあればあるほどきっと綺麗にできるとかあると思うんですね。うんうん、なのにこんなに綺麗に仕上げてくださって、なんかもうジャケシャみたいに、位置<ー>、うん、写真としてもすごくバランスもいいので、うわあ、これ好きだなって思って、いやなんかこのまま下になんかベ <laughs> イズ・イン・ザ・サンとか入れたら、 なんか、ザケシャとかサムネにできそうで。え、すごく。入れたいですね。ねありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ザケシャって言われちゃった。そこまでね、言っていただけると嬉しい。いや、でも本当に、ね、今おっしゃっていただいたような、本当にこう、再現率がね、高くて。う。いや、もうすごい高い。なかなかですよ、本当に。ありがとうございます、本当に。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、クラさんは、ま、リカちゃん。 ということで、じゃあ、はい、リカちゃん、1票。小木谷、今のところ、小木谷は0票というところでございますが、はい、じゃあ次、カナメさん、どちらが良かったか教えていただけますでしょうかお願いします。カナメは、小木谷さんのが良いと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。かった。カナメさん、あの、 ちょっとこう、どこが良かったかなんて聞いちゃってもいいですかはい。え、なんかまずあの、振り付けの一部を切り取るという発想と、はい。あと背景がなんか普通の、なんていうの、ソファーみたいな感じなのがすごい好きだったので。ありがとうございます。ソファーなのかズボンなのか。ズボこれはですね、ズボン。ズボン、ズボン、ズボンなってきて。ズボン、こうやってね。そういうわけではないです。ちゃんと、あの、簡単ですよ。ちゃんと撮りました、本当に。あの、はい。はい。あとなんか、髪の揺れとか、 この、この、これ。これをこの時のこれとかを再現してくれて、表情がいいです。いいです。ありがとうございます。すごいよね。すごい。ありがとうございます。いでかや、本当そうなんです。でも、あの、そうなんですよ。かのみさん、これ、あの、そのバッグがね、ズボン、ジバンこれ絶対ソファーですよ。絶対ソファー。 これね、もっと本当はね、なんかこう、うん、やっぱりここまで行ったら、ステージとかね。あ、そうですよね。そういう風にやりたかったんですよ。<laughs> ね。 はい。いや、でも本当写真撮影とかね、もう現実世界でできるのっていう。はい。わかりましたそうですね。これもすごく強みですよね。ありがとうございます。はい。でもあの、今度はね、クラブハウス一人で貸し切って撮っていきたいと思いますはい。一人で。ありがとうございます。40万かけて。はい。いや、でも嬉しい。本当ですね。はい。ありがとうございます。さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 じゃあ、1対1ですね。1>, 1対1ね。リカちゃん1。小木谷に一1ではい。じゃあ、ハノンさんに聞、はいちゃ、はいますそうですね。じゃあ、ハノンさん。判定をでは、お願いします。はい、あの、真剣勝負だって分かってるんですけど。はいは。すみません。どうしても選べないので、どっちもです。ああ すごいや、嬉しいです。嬉しかったので、すみませんが、引き分けということでいやありがとうございます。でも、こんな嬉しい引き分けね、なかったね。平和です。いや、平和。平和な引き分け。本当に特に会い始もね、はすから。い始まって俺が負けるっていうね。私くないですから。いや、ありがとうございます。いや、でも、ハノさんのおかげでね。 今回はね、喧嘩しなくて済むんで。そうですね。いますいいでも、両方好きって言っていただけるのでね。嬉しいですよ。しいです、本当に。特に、特にちょっとハロンの表情を可愛くしてくださったなと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。ね。本当に。なので、そこのね、こだわりがね、あの、お三方にこう、伝わって、よかったですよね。本当ですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、今回は、 なんと、引き分けと。引き分けですね。はい。うん。ありがとうございます。といホロモデルチャレンジのコーナーでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。っていうとこなんですけども、実は、リカちゃん今日ね、ここで終わらないのコーナーが。はなんなんと。なんと、リカちゃん知らないでしょ私知らなかったです。えあのね、今回お三方に、スプートリップのお三方にですね、実は、ホロモデルを使って写真撮っていただいてるんですよね。え エーイえ、使っていただいたんですね。そうなんですよ。あー、取ってください。ね<え>、ありがとうございます。そうなんです。すごいすごいすごい。いあ、りがとうございます本当に、ね。本当にありがとうございます。えー、ね、ハノ <laughs>、ね、さん、クラルさん、かなめさん、じゃあちょっとぜひ拝見してよろしいでしょうか。はい。ドああ、ありがとうございます。<ー>はい。 じゃあぜひ、じゃあ、ハノンさんの作品からいきましょうかね。ハノンさんのホロモデルの撮影作品、こちらでございます。どどどん。えー、めっちゃかわいい。い<ー>いかわいい。これ、さっきちょっとネタになってたからどうしようかなって思ってたんですけど、ハノンのおうちのソファーなんですソファーつながりでしたね。いやー、すごい。いや、でも、これはかわいい,可愛いです、ね。かわいい。ギュッてして。 これは、あのですね、いいですか説明しても。ファあ、お願いします。ぜひ聞きたいです。あの、なんだろう。もう、ハノンたち、活動しているアイドルとかを見て、アイドルさんとか見て、あの、ファンの方たちが、その仲良くしてることが、すごい嬉しくて、ていていって言葉を使うんですよ。知ってます、テーテー。知ていかそのてーを、表現したかったんですけど、ちょっとなんか、囚われた宇宙人みたいになっちゃいました。いやいや。 ハノンさん低低ですよこれは。これは低低ですか？低低<や>宇宙人。もね、<laughs> でもさこのハノンちゃんどう考えても困ってない。大丈夫。困りが、ねねねねねね、どうしよう,う,しようこんなに可愛い子たちに挟まれてっていう表情にしたかったんだけどなんかこんな感じになっちゃった。なんで私ここにいるんだろう。<laughs> こんな表情になってますね。いや。 まあでも、それもスプートリップかなって思います。いやー、素晴らしい。ですよこれこれ生配信してたらね、もう、て手、て手で、もうね、コメントがね、今、みんなスクショしてると思いますよ、これね。本当ね。やっぱり背景がソファーなのがポイントですかね。いや、やっぱりそうですよね。ジンパンじゃなくてよかったです。なんか、右側のクッションの質がいいね。そこそこですね。 だんだんなんか、みんなあの、なんかこう、背景の<う>、<laughs> <laughs> 背景フューチャーになってきましたね。<laughs> 肌触り良さそうみたいなね。いい感じに寝れそうみたいな。いや、でもね、このやっぱりね、この、ハノンさんの作品素晴らしいと思います。テーテーな作品ありがとうございます。ありがとうございます,いす。ありがとうございます。いやー素晴らしい。じゃあ、次、クララさんの作品かなそうですね。お次<ー>、ハノンさん。 じゃあ見ていきましょうか、クララさんの作品こちらでございます、はい、ズドンおーかわいいこちらね、炊飯器が見える <laughs> 本当<だ>生活感が生活感これもっとさ、場所なかったの <laughs> <laughs> これあれ、ね、あ大丈夫ですか、れだね、これなんか ライブ会場の楽屋だよねそうですよねのあライブ楽屋とかライブのステージ袖でエンジン組んでうわーってすることにしたかったんですけどステージ袖にステーないからライブ会場に炊飯器やってご飯食べるみたいなこれ炊けてるのか保温状態なのか気になりますねそこ気になる快速炊飯もできるタイプなのなるほど何号だけか気になりますね焦かしてください はい。<laughs> いやあのすみませんなんかあれですけど。でもいろんなところ行き過ぎです。ね、このエンジンを組んでる感じというか。可愛い,いね、はい。なんかまあこれちょっと花ちゃんにも似てるんですけどみんなで笑顔で近づいてなんだろう。えエモい感じにしたかったんです最近<ー>やばいけどエモくしたくて。エモ, <laughs> エモくしたかったらここで撮るなよ。<laughs> <laughs> <に>やっぱりどうなんですかこれ実際にこうライブの時ってこういう感じなんですか。いやー。 ツアラたち、エンジン組まなくて、いつもライブ前に、よし !ET するよ。ET! ちょっと今、ちょっと今いろんな本見てましたけど、ET してるんですよ。の世界かもこれまたなんか、新しいですね。じゃあ、あえて、いつも ET なんで、ちょっとこう、やらないエンジンとかを組んでみて、みたいな。 エモい感じでこんなエモい空間も素敵だなっていう感じでイメージして作りました ET もだいぶエモいですけどね私の収録はむしろこれ ET の方が良かったんじゃない ET あれ良かったな ET 使わしていただきますぜひいや本当に良いこと教えてもらいましたすみませんちゃんとなんか作品に触れてるのか触れてないのかちょっとわかんない感じになっちゃうけどいやー黒田さんの作品もね素敵ですやっぱり いや、ほんとにありがとうございます。かわいいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ最後、かなめさんの作品を。はい。見たいです。じゃあ見ていきましょうか。かなめさんの作品はこちらでございます。どどどん。おおすごいこれはまた。いや、これはまたちょっとね、ス質がまた全然違う。本当ですね、上から見てるみたいなね。確かに。かなめさん、これちょっと。 どういうコンセプトでみたいなところをお伺いしていいですかこれは、なんか、なんか、バグじゃなかったらだと思うんですけど、あの、はい。子供ゆでさんの、なんか、中に、なんか、だるまがあったんですよ。はい。バグじゃないです。すいまでん。すそれ、それが、なんか、たまたま3人分の色があったから、あ、当んだ。ああ、確か。手。それで、だるま、だるまを見せようっていうコンセプトです。小道具使いの要だ。だるま。 そう個人的な、<laughs> あの、うん、こだわりは、くーちゃんの、くだらちゃんのこの指です。いや、そう、指すごい声をいよね。<laughs> 確かにね。やってくれてて。うん、すごいです、ね。これは素晴らしいですね。うん、なんか、この、上からのね、画角も。 すごく何か。そう、女の子の一脱がかいいところみたいなね。あ<え>、かまるちゃんのキリッとした顔もいいね。<laughs> うん。でも、はのんちゃんはやっぱ困り顔なんだよね。<laughs> <laughs> やっぱ、なんでなんだろうね。困らせたくなるんだよね、はのんちゃんはね。<laughs> うん。いや、すごい。でも、お三方の個性というか特徴がね、<laughs> うん、すごくこう、やっぱり出てる作品ですよね。あ、すごい。あごいしかもこう、だるまがね、本当に、 あったのって、ほ本当にこれ、あの、たまたまだと思うんで、いや、すごい、すごい。うん、いいですね。うかわいい。いや、ぜひぜひ、ね、次回のライブでは、だるま、じゃあ持っててそうですね、だるまものでね、マイクにだるまつけてもらっていいですかそうですね。だるまマイクいいね。だるまマイクいいっす盛り上がってきたら、だるまを投げるみたいな。いね なんか、ウェディングブーケみたいな。ウェディングブーケわ <laughs> ーって。そう、客席で受け取ってもらおう。いいですね。いいね、そうしよう。<laughs> いや、でも、なんか、誰もね、受け取ったら幸せになれそうなんで。いいですね。幸せの。<laughs> いやでも、いや、でも本当にね、こう、あの、カノメさんみたいに、こう、いろんなね、 こパーツもありますから、組み合わせをね,ね、うんうん、して楽しむっていうのもホロモデルの楽しみ方の一つですからね。ねうん、いや、それをね、こう、かみさんが気づいてやっていただいたっていうのは素晴らしい観点ですよね。いろお伝えしていただいて。はい、ありがとうございます。い,ますいや、もうお三方とも、ほんとね、これこそこう、素晴らしい作品で。いや、本当に。ねえ<ー>。ごいんなさい,い,い。いや、ぜひぜひ。や 本当にね。こんな風にこう、あの、実際に遊んでいただいて、すごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。まあね、こういう風に。くさん遊ばせています。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひね。このモデル2の方もね。ね、2の方もお願いしたいですけど。あのね、こういう形でいろんなね、シチュエーション本当にこう楽しめますから。ぜひね、あの、楽しんでいただいて、 ね、先ほども言いましたけどもハッシュタグ、あそうね、ツイッターでね、ね、つけていただいて、このモデルをつけていただいてですね、ぜひアップしていただきたいなというふうに思うわけでございます。お願いいたします。はい。はい。ありがとうございます。なんとリカちゃん、エンディングのお時間でございます。 早いですがそうなんですよもっといろいろ聞きたかったですもんいやねそうなんです聞きたかったんですけれどもエンディングのお時間でございましてはいはい。いや、お三方本日はもう本当にいろいろとありがとうございました本当にありがとうございましたありがとうございました楽しい時間でもうあっという間でございまして本当にいろいろなお話を聞で最後にですねはい ご三人から視聴者の方々へメッセージですとか、あ,ね、あとはですね、ぜひ何かお知らせですとか、告知があれ,、うん、あればですね、うん、もうバン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 やっていただいて、はい、<laughs> いろいろ言っ,ってください。ここから三十分やるぐらいの勢いでやっていただければといいですよ。<laughs> 時間のあてもいいですよ。<laughs> はい。じゃあまず金さんから一言いただきましょうか。うね、はい。はい。はい、いよろしくお願いします。はい、今回あのホロモデルに。 スプートリップ合わせスプートリップが出たことによってパレットプロジェクトとか多分全員ホロモデルさんの本に出て揃いました揃いましたのであのこちらのホロモデルさんとてもすごい楽しいこの楽しくこれできるので <laughs> ぜひぜひいっぱい遊んでいただければなって思います,いますよろしくお願いします加納、うん、さんありがとうございました本当にね素敵な作品とね素敵な本まで紹介いただきまして <laughs> いいこちらこそありがとうございます <laughs> いいありがとうございますはい。 それではハノンさんよろしくお願いしますはい改めましてカナルハノンです本日はありがとうございましたありがとうございましたあのです、ね、やっぱりあの本当に細かいところまでできるっていうのもあってやる人によって全然違うんだなっていうのを感じて楽しかったですハノンはい、あ,あの,はあの外国語を勉強してたりワールドワイドに活動していきたいと思ってるんでホロモデルさんを海外にも たくさん普及できるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。もう普及を大切にたいなとうことを言ってくださいました。ありがとうございます。このモデルもね。ぜひもう世界に羽ばたく。そうですね。アプリになってほしいなと思いますので。いろんな全国の方に使っていただきたいですね。あとハノさんあの四月のね百本と百本。はい。頑張ってください。ぜひねあの僕らもちょっとぜひ拝見して。 あの楽しませてねいただいて、英語スペイン語のね勉強 <laughs> とかもぜひ <laughs> はいあの楽しんでいきたいと思いますのでよろしくお願いしますはの <laughs> さんありがとうございます。ありがとうございます。ではクララさん一言よろしくお願いします。はい、ダ、え、ナ、っと、ナイメリーゴーランドプリンのあかつきクララです。えっとえっとですね今回本当にずっとホロモデルさんやってみたくてでこうやってねホロモデル。 の何モデルとして参加させていただくことがとてもとても嬉しいですありがとうございます <laughs> 本当にあの無限大のね遊び方可能性があるアプリだと思うのでぜひ皆さん楽しんでいただけたらなと思っておりますそしてあのパレットプロジェクトなんですけれども今後ろにもねちらっと出てるんですけど今とても大きなとても大きな目標を掲げて頑張っています、はい、2023年 ダイバーシティ東京に立ちたいそして完売をんれしたいというのが今のクララたちの一番の大きな目標です素晴らしいさっきのはのんちゃんの100本もこれに、ね、合わせたって感じ他のメンバーも、ねはい、いっぱい個人配信を。はい ね、ボコボコやってるの、ね、それぞれその配信個人配信をしたりとかして新しいファンの方にも見つけてもらいたいいろんな方にプレットプロジェクトを愛してもらいたいそしてデップダイバーシティ東京で会いたいという思いを込めて今メンバー全員で頑張っていますのでぜひクララたちに興味を持っていただいたらこれからもよろしくお願いします。お願いいいいいたしまますすすありがとうごござや年 レップダイバーシティ東京、ね。これパルプロ皆さん出るんですか?<う>。そうですね。わあ、すごい。頑張ってます。大豪華ですよ。もうね。本当になんかもう満員どころかもうぎゅうぎゅう詰めぐらいの感じでね。<laughs> そうですね。まあ、<laughs> そうですね。いや、もう、でも、ぜひ楽しみです。あの。 本当に、ね、あのえっ、ー、とこのチャンネルのねあの概要欄のところでも、うん、はいあの、ね、パレプロさんのね情報がいろいろとチェックしていただけるリンクありますんではいぜひぜひね,ね見ていただいて本当にね、はい、あのこれみん,みんなで応援していきましょうよいや本当ですよ私たちも今日頑張らないとですよいやね本当にそうですよ、うん、<の>いろんな方にお伝えしましょうねいや本当ね今日ホロモデルので。 今ほ本当に宣伝をたくさんねしていただいたんでねもうぜひ非2023年の ZEP ダイバーシティ東京のねライブ満員にできるようにちょっとみんなでね応援していきたいですよね。はい。ね本当にあっという間でございましたが今回はねこれで終わってしまうんですね。 クララさん、カナメさん、ハノンさん、改めましてありがとうございました本当にありがとうございましたありがとうございましたいまはい、それでは皆さん、また次回お会いしましょう Have a nice 衣ですバイバイ